世界。なんと礼を言ったらいいか。つまらねえことを言うな。敵でも白ひげは敬意を払うべき男だった。戦国ですらそうだった。白ひげエース、二人の弔いは俺たちに任せてもらう。構わん、責任は私が取る。じゃあ俺たちはもう行く。ああ、ありがとうよい。ルフィ、辛いだろうな。エースの最後の行動を聞いて驚いた。取り消せよ今の言葉。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。この時代の名は白ひげだ。それじゃあまるでロジャー船長だ。俺は船長に時には逃げてほしかったし、泣いてほしかった。いいかルフィ、勝利も敗北も知り、逃げ回って涙を流して男は一人前になる。